.com の佐藤です。今日は豆ごま2の続きをやっていきたいと思います。しろちゃん、じゃあこの間撮った写真を見てみようかな。これだね、かわいいね。ここに捨てると投稿するとかがあるね。いっぱいできるんだね。おー、触れ合いとかいろいろあるね。じゃあお出かけしてみようかな。今日はお散歩をしてみよう。じゃあ遊園地をやってみようかな。よし、遊んでみようか。おー、いっぱい来た。青のが私だね。青のが佐藤のだね。私と、ね、よいしょ。あー、大きいの取られちゃった。やだやだ、悲しい。でもいい。あ、また来た。ガシリリコ、あー、クシ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 、キャー、大きい子取られちゃってる。あー、負けちゃってる。あれ、勝ってるんだ。よかった。言ってくれてるんだね。勝ってる、よかった。130点だ。わー、大丈夫かな。よいしょ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 。お、終わった。お、どうだ？あ、勝った！やった！お、200円もらったね。よかった。勝ったよー。お、大根ら社の一番上。なんて高いとこだろう。遠くまで見回せて気分最高。白にもよく見せてあげようか。いろんな位置から見せる。怖がらないようにそっと見せる。窓に近づいて見せる。じゃあ怖がらないそっと見せてみようかな。お、かわいいね。ピーピー言ってる。白は嬉しそうにずっと見ていました。可愛さが少し上がりました。だって。お、仲良しゲージがす、まだつくね。よし、怒っているか。白は落ちている、落ちてくる桜に花びらを気にさせてちょっとプリプリしてみました。かっぱさが上がりました。だって。よし、今日はこれで終わりにするね。さっきセーブしたからもう今日はセーブしなくていいね。バイバイ。チャンネル登録よろしくね。